素直ってどうやってなれるの？このままだとあれに取られる。気持ちは正面からぶつけないと伝わらないんだ。あいつ鈍いし。私変わる。来週から。おはよう。おお。あのさ、今日クライアントとの打ち合わせの後、時間あるかな？ご飯行かない？ちょっと話したいことがあるんだ。既成事実を。落ち着け落ち着け。私じゃ、打ち合わせも終わったことだし、再会を祝して飲みに行くわよ。私の計画。すみません、嬉しいですが、今日は同僚と食事に行く約束があるので、また今度にしましょう。それじゃあ再会を祝して乾杯。お断りしませんでしたっけ。Just forget what I did. I was bad, but now I'm right here. I'm right here.